さあ、続いての企画はシャレオツはどっち、シモノ VS 内田のコーデバトル。さあ、ね出た声優界随一のトップオブオシャレであるシモノさん、内田さんなら他人もオシャレにできるはずということで、ここでオシャレを勉強したい、はい、ファッション無頓着のスタッフをそれぞれコーディネート。お、制限時間は番組終了まで、上限の金額はですね25,000円で、結構ありますね。どっちがスタッフをおしゃれにできるかという対決をしていきたいと思います。なるほど、25,000あれば、まあ、結構買えるんじゃないですか。まあでももうあそこら辺のパンツなんか一つも買えませんからね。確かにあのパンツは無理です、はい、そうですね、うん、はい。そして、今回ですね、我々がおしゃれをする、させるね、スタッフ、この2名でございます。どうぞ。はい、じゃあ改めて自己紹介お願いします。小宮正弘です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一般の人ですね。ディレクターの小宮君と、はい、そして高山と申します。よろしくお願いします、はい、代表、一般の人代表ということで、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、はい、私が小宮君、そしてまやちゃんが、高山さん、はい、それぞれをコーディネートしていきたいと思いますが、うん、ちなみにあのいつもなんかね、スタッフ T とか着てるけど、今日どうしたの？今日あのいつも着てる服で来ました。何それ？え、私服？これ私服です。それ私服？いつもこれで過ごして。かわいいな。え、待って、今何月だと思ってる？待って、それは言わないで、それは言わないで、声優業界に稲田哲さんって人いるけど。あ、稲田さん。だいたいこういう感じ。いや、でも稲田さんも冬はあれで長いパンツ履くよ。履くよ。セッタだけど。そう、セッタだ、確かにセッタだ。そっか、なるほどね、稲田スタイル。いや、でもパンツよりも何よりもこっちなんだよな。確かに、めっちゃ気になる。はい、プロレスが好きなので。ああ、そう、プロレスグッズを着て仕事、普段。そうなの。プロレスグッズ着て。モテる予定は？え？あんた、なんてこと、あんた、なんてこと。なんてこと。気になるじゃん。確かにそれはわかるけども、なんてこと。ちなみにモテたい？モテたい。モテたい。モテたいの。志村さん、もうこれはもうやってきゃ。そうだな、そうだな。可愛い、これとか。おしゃれな感じ。うん。ワンピース、ワンピース着てるイメージないな。ワンピース絶対着ない。着ない。着ないっすね。スカートやっぱ苦手なんですよね、なんか。あ、そうなんだ。なんかスカートだね。まあ、走ることじゃないですけど、歩くときとかに。そう、邪魔じゃないですかって思った。邪魔じゃないんですよ。ね、あ、絶対に。こういうのとかね、古着系の。いいですね。そう、古着ってここが長いんですよね。今の服ってものすごくこうお腹の、ね、切り返しが高かったりするけど、古い服は結構そこが、ね、低いから、確かに古着って感じに見えはするんですけど、すごいな。これでも可愛いな。これも可愛いけど、めっちゃ可愛い。いけるかな。めっちゃ可愛くない？着てみてって感じ。そうそう、この辺キープ。持ちます。じゃあ持ちてください。やばー。すごいね。絶対こんなファンシーなのもう。選ばない？選ばないってか、眩しすぎてあーってなっちゃう。あ、でもね、白系あー。意外となんかちょっとエンジェル系の服は。エンジェル系って何ですか？でなんかこうちょっと可愛い白とかでまとめて、はい、こういうのとかも可愛いけどな。着てみます、挑戦してみましょうか、うんね、え、じゃあもうさ、渡しまくるから着替えててもらっていい？わかりました。着替えましょうか。やってみます。なんか、そうしますか。ここでなんか、ここで着替えてもいいやつですか？ここでなんか、じゃあ、あ、これも可愛いけど絶対サイズがうってなる可能性もあるんです。そう、なんかこれ良さそうですみたいな。はい、その時 SOS って言います。 OK、 お願いします。じゃあすいません。はい、どうぞ。高山さんのイメージないわ。この黄色はこれは攻めてるでしょ。もう春だもん。一応今スカート着替えました。え、どう？いきますよ、うん。着慣れないからなんか私はどうすればいいのかわからない。いやいや
ツ、ブーツ、クトンセール何センチですか？ちょっと結構壊しちゃってるじゃないですか。20、20。私めっちゃ足でかいっていうか横が幅が横幅6、5。そう、意外とないんですよね。いや、すごい。そう思って、めっちゃ笑ってめっちゃ笑ってプフって言っとるやん。いや私も見た瞬間衝撃が半端なくて嘘本当ってなっちゃいました。いけるよ。いけます、うん、ちょっと待ってね。すごいなんか、どっかの部族のなんか衣装めっちゃ笑ってる。いやそんなこと言うから部族とか言うからよ。なんかちょっと大人になったハイジみたいな感じ感が半端なくてこれもななんか私なんか着られてないから確かにね。これもさ、これ下のやつ、このベストを脱いでこれをちょっと着てみて。OK です。わかりました。シャツでもありか。シャツそうですね。向こうずいぶん賑やかだなどんな話してんだよ。気になりますね。本当だよな、まあ、でも勝てばいいんで。いい勝てばね、勝てばね。楽しみだな。君の場合はとりあえずまずサイズ感がね、絶対入んねえか。はい。厳しいかもしれない。そうだな。ウエストが2桁とは限らないですからね。人間って。マジで？いや限らないよって話。いやお前そんなあんの？2桁とは限らないよっていう。まあでもこの構成でいけたらいいか。構成でいくんですね。なるほど。こういう方向いけたらいいなと思いつつ、はい、ちょっと待って、あるかな、あるかな。そうですね。やっぱり履けるズボンが普段から少ないので。そこなんだよね。うちのね、君に言われたかないんだけどえ、うちのね母親がいつも苦労してる母親が苦労してるって何？私自分であんま服買わないんで。はぁ？いや実家に暮らしてる。お前そのサイズ感で何言ってんだよ。実家に暮らしてる。買えよ自分で。上のプロレスの服は買うんですけど、下の服はいつも母親が。マジかよ。季節ごとに新しいのが。ちょっと前一回かぶってみよう。はい。帽子あんま似合わない。うん、そうだね。却下。暑、はあ、そうだから一回上脱いでいいよ。はい。いやでもオーバーオール？ああでもオーバーオールありかな。それ出したら手出したらいよいよですよ。だって仕方ないじゃん私の偏見ですけど。いよいよじゃないんだよ。いよいよかもしれない。いやいよいよっていうかあなた、はい、ないのよ。いやあると思いますよ。ないよ。いやある絶対諦めない。でも意外と悪くない気がする。まあですか。多分。え？ああなんだ。意外と悪くないかもしれない。これでたかな。いやあのね、だからこれを、はい、例えばこのまま中にこう着るんじゃなくて、はい、パンツにしちゃうのさ。もうここに上に着てパンツにしちゃえばいいんじゃない。なるほど。そうすれば君にも入る気がするわけ、はいはいはい、で黒が欲しいのでちょっと待って、はい、あでもこれでいいかな。嘘でしょ。やばい。どんなの選んでんの、はい、できた。どんなの選んでんの、ねえねえ、どんなのっていうね、耳やめろよ今カメラぶつかったろ、大丈夫ですか。やめろよやめろよ、やめろよやめろよ、みんなよ。ディフェンスディフェンスディフェンス。もうこっちいい感じですよ。早く行けよお前、着替えろ。いけ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 。どう入る、着れる。切れそうではある。切れそうではあるでしょ。そうそうで、そこを中心に考えたんだもんそうか、そうなの。こんなに服がいっぱいあるんだよ。こんなに服がいっぱいあるのに選択肢ないんだよ。少ないね。びっくりしたよねあと衝撃の事実。何ですか。彼自分で服買ったことないんだって。ええどういうこと。お母さんがいつも買ってるんだって。えいくつでした。28。
衝撃だ。いやだから俺もさっきさ、パンツとかさ本当ないよねって、うん、あーないって言われますね誰にってお母さんに大人なんでしょ。でもね結構いるみたい、うん、俺もね、うん、俺ね知り合いにね30過ぎまでお母さんに服買ってもらってる人いる。本当、うん、知ってる。なんでだろう、なんか分かんない。こうあの、ね、服にね興味がないんだって。あこう見えたいとかないのか。ない。だからもう着られればいいみたいな。福島さんに叱ってもらおう。本当だよね本当だよ。おしゃれ番長にさ、すいませんね本当に。本当、本当でも今日でめっちゃかっこよくなるかもしれない。変わる可能性もあるから。そうそうそう、そうですよ。そうね、おしゃれはね、うん、どういう風にも見えますから。あれ高山さんすごい静かだけど。高山さんもうねあの結構早めに来て早めに待機してもらってる。あごめんね。あここってどうしたらいいですか。何下がわからない。何え、ここが違う。だからこっちじゃないってばお前もうもう怒られてるじゃん。こうじゃないよ。大丈夫だからおちょっと待ってお前まず違う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 、これが違うの。これが違うだでこれはそれこれはどうしたらいい。ちょっと待ってこれはね揉めてんだけど。これはもう戻すなちょっと待ってお前戻せなくなったってなんだよ。これどういうどこ。やだぞ俺これプレミアムに持ってくのは絶対やだぞどういう構造の。ちょっと待ってこれどういうちょっと待って多分これ福島さん来てもらった方がいいかも YouTube で見られるのはここまで。本編を全部見たい方はこのボタンをタップ。アベマプレミアムなら私たち僕たちの限定トークも声優と夜遊び全シリーズも、全部見ることができます。ということでみんなも一緒に夜遊びしようぜ。